疲れ様。1日元旦からバイトなんですか？お疲れ様です。ありがとうございます。元旦から2本を回していただいてありがとう。初詣ハートちょうだい。初詣ハートってなんだろう。こういうこと？これでいい？さっきまで芸能人格付けチェック見てました。え、アイコも見てた。途中からやけど見てましたよ。格付けチェック、あれは毎年見るのが我が家の伝統です。伝統？これです。 DTube、 そうなんですよ。あのね、なんかね、あのなんか変わったじゃないですか、仕組みみたいなやつが。ちょっとよくわかんないんですけど、まだ私もまだ分かってないんですよ、はっきり。あれと、え、まだほんまにテロップ、あ、そっかテロップ。よし、テロップ書いた。Tチームね、なんかあのチーム N、チーム M、チーム B2、そして研究生が解散みたいな、解体みたいなになって、でなんかね、チームごとみたいな。え、もう分かんない、まだほんまに自分でも私も分かってなくて、ほんまにあの仕組みというか制度みたいなのがちょっとよく分からなくて。どの色がイエローライト、あ、これじゃねえな絶対。そうで、なんかグループかなんか、私は D チームに入らせていただいたんですけど、なんでもなんかこう研究生だけじゃなくて正規のメンバーの先輩方も一緒で、誰やっけ、かりんさん、小島かりんさんで加藤うかさん、え、かりんさん、こじりんさん、うかさんで、ケイトさんと、なぎささんと、あとカレンちゃんで、わかにゃんと漫才コンビ、あ、そう、ゆずはさん、こじりんさん、なぎささん、うーかさん、ゆずはさん、かれんちゃん、あいか、わかなの、あとケイトさんの8人なんですけど、もうわかない一緒でよかった、本当に。仲間が本当に一緒でよかったなっていう気持ちが非常にある。え、多分研究生公演は続くと思う。研究生公演続いてほしい。うわ、クマ？なんか、え、なんかタコみたいなのがあった、すごい、ありがとう。タコ？タコって何なんだろう。え、ほんまになんか若菜おるの、ほんまに心強い。若菜おってよかった。7期生一人なんじゃなくてほんまによかったってめっちゃ思ってる。若菜、うん、7期生一人じゃなくてよかった。若菜一緒で、もう若菜が D チーム、若菜趣味の若菜です、 D チームですって言った瞬間、もうやったーやーってなった。もうよかった、本当に若菜が一緒で。え、何今の口。もうでもなんかこうね、7期生はでも劇場公演も始まったばっかりだし、先輩方と一緒にこう先輩させていただくっていう
のがほんまに大きいチャンスやと思うし、もう足を引っ張らないように、ただただ足を引っ張らないように、頑張りたい。で、あれなんですよ、あの3ヶ月2ヶ月とりあえず2ヶ月で、3月もなんかあるじゃないですか。で1月から2月がなんかあって、で3月もなんかあってみたいな感じじゃないですか。え、そうやんな、もうほんまにまだ分かってない、何もある感じじゃないですか。でそこが私もあれなんですよ、学校卒業、高校卒業するまでの期間と丸かぶりなんですよね。高校卒業するまでの期間と丸かぶりで、でも学校も絶対ちゃんと行きたいし、卒業までだってあとほんまにちょっとだけやから、あとほんまにちょっとやから、なんかそこでいきなり行けへんくなるっていうのも嫌やし、愛か個人的に、だから学校もちゃんとできる限り行きたいし、だから卒業までの期間とかぶってるから、もうほんまに頑張らないいけんなっていう感じ個人的なお気持ちだけど、頑張りたい、頑張りたい、本当に個人的に頑張りたい、もう絶対。うわ、ミラーボールだ。はい、隣のバナナは青すぎる、秘密がない友達はつまらない、なんかもうミラーボール投げていただいてありがとうございます。まあそう、バナナボールねこれ来たらもう隣のバナナかエンドロールか夢でキスミ歌うのがあれですよね、お決まりになってるよね昨日から。 NMB48 のババーン、え、あのさ、ババーンっていうのほんまに何にも聞かされないんですね、マジでびっくりしたもん、ほんまにびっくりした、あのデーデーンっていうの、うわーってなった、もう心臓バクバク、めっちゃバクバクした。え、なんかもうちょっとちゃんと化粧直しすればよかった。そう、カレンちゃん一緒なの、もうめっちゃ嬉しかった、カレンちゃん、カレンちゃん一緒なの、なんかカレンちゃんと一緒やって言って、一緒や、嬉しい、嬉しくねってちゃんと言った、カレンちゃんと一緒なの、ほんまに嬉しい。そう、ピロピロはね、ピロピロカレンちゃん、何喋ろっかな、2021年皆さん年越す瞬間は何してました？ピロさんとは知り合い、カレンちゃんはですね小学生の時から友達なんですよ、実は、ね、実を言いますと、はい、隣のバナナは青すぎる、秘密がない友達はつまらない、寝てました、年越しの瞬間は寝てましたおどいても前髪は動かなかった、動かなかったえ、なんかすごい明けおめみたいなスタンプとかあるんですね、ありがとうございます。パーカー見せて、パーカー、パーカーは、えい、こんな感じのパーカーです、かわいいよね、パーカーはこんな感じです。え、何する、エンドロールでいい、 Miss you、 青染めた月が窓から降り、悲しい色に私を染める、さよならの手がかりもなく、今日は妹は向こうの部屋にいます、紅白は見てた？もちろん見てましたよ、赤組が勝ちましたね、紅白歌合戦昨日の
楽しかった。紅白歌合戦、あれもうやっぱりリトグリさんの足跡聞いたら泣いちゃう。もう涙止まらんかった昨日も。しかもすごくなかったですか、昨日のさリトグリさんの足跡。もうあのさすごかった。もう何アカペラっていうんですか、もうハモリみたいなやつから始まってめっちゃすごかった。もうその時点でバーってもう泣いてしまった。すごかった本当に。すごいな。健康運、自己紹介キャッチフレーズをお願い。はい、じゃあ公演の時にやってる自己紹介でいいですか。そちょうどハーフツインやし、いきますね。あ、え、なんかマイク代わりになるものないか。ピッピッピッ、みんなのスキピはアイピー、あなたのお姫様にしてください。大阪府出身、高校3年生、18歳、アイピーことさつきあいかです。よろしくお願いします。あ、言ってくれてる。ありがとう。アイピー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 、ミスユー、青ざめた月が窓から降り、悲しい色に私を染める。さよならの手がかりもなく、バスの場で待ってたって誰も来ないと分かってるけど、ここにしかいられないよ。時の流れをかき混ぜながら、アイピの歌また聴きたい。だってありがとう、今また歌いたい。歌いたいな。 YNN さん、また歌わせてください。え、もうめっちゃ来るじゃん。夢でキスミー、そっとキスミー、優しく抱きしめてよ、瞳閉じたなら待ってるわ、 Dream Dream Dream。 次はオーバーチお願いします。絶対嫌です。夜です、今は。めっちゃ近所迷惑やん、おばあちゃんやったら。今日何してたん。今日は元旦公演でした。今日は元旦公演でした。ありがとうございました、見ていただいた皆さん。今年アイピにいっぱい会えるように頑張る。ありがとう。ビルビーアイドル公演も多分あるし、であれもだな、あの D チーム、私が入らせていただいた D チームの公演とかも多分あるので、まだ本当に分かんないけど、なのでまた公演がある時にはぜひ当ててください。当たりますように私も祈っておきます。夢に色がない理由と、らしくない、とりあえず夢。夢に色がないのは答え合わせするためさ、どこが違う現実とは、後で直せるように色がついていないんだ。何があってもやり直せばいい。届かなそうで届くものでアイピに釘付けでした。わー嬉しい。届かなそうで届くものめっちゃ楽しかった。あの曲ね、実はなんとなく思い入れがあるんですよ。なんとなく、ちょっとあの見ていただいて、ブログにちょっと書いたんで、届かなそうで届くものなので、ちょっとブログを読んでください。前髪あんまり固めてない。うん、今日固めてない。公演の時は固めとったけど、もう帰ってきてわっさーってしちゃった。わっさーってしちゃった。アカペラパック噛んだ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 、はい噛んだから、また前髪ひめって流れてくるね。もう分かってる分かってる。
アカペラパイ、アカペラ会場はこちらですか。ミラーボールが来た時のみです。ほら来た甘神姫。もう自分から振ってるからあかんの。喉鳴ってる。今日は鳴ってない。夢逃げ。君に最後に言っておきたい。自分の方から諦めるな。長っ。夢は絶対逃げていかない。このままその手を伸ばせよ。いつかはチャン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 。得意のパントマイム見せて。パントマイム得意じゃない。パントマイム、でもさ、ほんまに得意じゃないか分からん。分からん分からん分からん。らしくない。うわ、お腹が鳴ってるんだわ。喉じゃなくて、ちょっとお腹の調子が今ちょっとあまり良くて。ムーンウォークの顔が草。草とか言うな。うまいって書いてくれてる。ありがとう。晩ご飯食べた？食べた。お好み焼き、ママがね作ってくれてた。ちょっと待ってな。なんか今、ごめん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 、めっちゃ気づかなかった。何しようかな。あ、らしくないか。らしくらしくないね。今までの僕とは違う。冷静さを失ってる自分、手には負えない。これか恋か、君のこともだけでも情熱のドーパミンが体中を駆け巡るよ。君の名前を叫ばせてくれ、お好み焼きは大阪？うん、大阪、大阪に住んでるからね。うん、大阪です。今日はアイドル。おっと、何しよう何しよう。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。こんばんは、元気元気。リクエスト、リクエストしてくれたら、知ってる曲やったら、あのミラーボールいただいた時に歌います。今日はアイドルっぽい気が。ん？いつもアイドルだよ。一応ね、 NMB48 させていただいてますんで。ちょっと分かる曲しか歌えないけど、分からない曲はごめん。そんなことないよ。やば、お腹めっちゃ鳴ってる。とどとど。背伸び背伸びしようぜ、かかとかかと上げろよ。がむしゃらになるんだ、何かできるよ。背伸び背伸びしようぜ、その手その手もっと高く、いつの日が届くよ。夢は高い木の実。オーイエーイ。初夢見た？覚えてない。見たっけ今日夢？覚えてない。おばあちゃんも OK？ うん、ノット OK。 あー、喉とお腹が一気になってもうた。僕だけのユリイカ？僕だけのユリイカ？僕だけのユリイカ？僕だけのユリイカだっけ？僕らのユリイカじゃなかった？
僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情、夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。ですよね、僕だけではないですよね。ピーク、おお、ピーク、あ、太陽が坂道を登る頃大好き。歌ってるとアイドルみたい。うん、あの歌ってなくても一応アイドル。あ、やっばの、めっちゃお腹鳴ってる。初見なんですけど顔面強すぎ、うわ嬉しい、それだけで嬉しい。歌声綺麗だしもう好きになっちゃいました。だって、あ、何する何する。ピーク、ピーク、ピーク、成長最強、ドキドキしなきゃ損。ピーク、ピーク、成長最強、人生はあっという間。ピーク、ピーク、完全燃焼、後悔しないように。一番今が輝いてでしょ。大きな流れを感じて息をマックス。ちゃっちゃん、やったな、次世代コンサートで。アパベビー、次世代コンサートでやらせていただきましたね。何やと、だってだってだって、うわークマ、え、なんかすごいクマ、なんかすごいクマ、うわ、なんかタコもいっぱい、ありがとうクマ。うわ、クマの服着てるし、ちょうど。だってだってだって、セブンティーン、うん、セブンティーン、なんかめっちゃあれじゃん、リクエストが。え、あ、クマタワーなの？ありがとう、クマタワー。ごめん、ちょっと詳しくなさすぎ、もうちょっとショールームちゃんと勉強しなきゃ。ありがとう、クマのタワー。クマタワーってどうする？クマタワー、おかしい。うわ、何する？だって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 しょうがないでしょ。まだ帰らないのって聞かれてごめん、そっけないリアクションして。だって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 ドキドキしちゃったんだもん。そう、本当はね、一緒に帰ろうって言いたかった。タワー名前、なんかタワーさ、名前書いていただき、書いてほしい、書いて大丈夫な方とさ、書いてほしくないっていう方がいらっしゃるんですけど、あのタワー、お名前お呼びしても大丈夫ですか？お腹、お腹、なんか名前呼ばれたくないっていう方と、読んで大丈夫な方が、呼ばれたくないっていう方もいらっしゃるから、タワーはお名前お呼びしてもいいのかな。お名前お呼びしていいですか？じゃあちょっとボードに書かせていただこう。タワー、クマのやつってタワーですよね。クマのやつがタワーなのか。え、待って、どこ行った？ちょっと待って、こっち書いた。セブンオブナインさん、熊野タワーありがとうございます。書いた、ありがとう。めっちゃ画面黄色くなるじゃん。ありがとうございます。つむじを見る時間って。次何を撮ってもらうの？次何にしよう。太陽が坂道を登る頃、太陽が坂道をゆっくりと登る頃、僕たちはいつもすれ違っていた。じゃ
ちゃん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 懐かしい、この曲大好きやった。あと何の曲があったっけ。僕はいない、うわ大好き。僕はいない、恋なんかノーサンキュー、セブンティーン、甘神姫、甘神姫歌ってないです、まだ。イビサガール、おお、こんばんは、今来ました、こんばんは。待って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 、めっちゃいっぱいリクエストいただいてる。ちょ、かい、メモっていい？メモろ。イビサで、なんだっけ、セブンティーン、めっちゃリクエストいただいてんじゃん。私これあれ何、今あのアカペラ配信なのこれ。アカペラ配信になってる。あとなんだっけ、うわーすごい、なんか多分あれだな、お好み焼きが消化されとって今ぐるぐるぐるってなってるんだの中が。ミカの推しって聞いて気になったりになってなかったり、ミカナさん推しですよ私。今日もちょっとだけお話しさせていただいたんですけど、まあこの通りミカナさん推しです。やばいやばい、めっちゃお腹鳴ってる。消化されてるんだな今ご飯が。アンチュさん今日喋れてないの、ピエン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 。マイティがアイピアほんまに歌うまいと言ってる。え、マイティが、え、やだ、マイティもうツンデレなんだから。マイティそんなアイコに直接言ってくれたことないねんけど。マイティ、アイコにそれ直接言ってくれたことないけどな。そんなこと言ってるのね裏では。実はマイティってばもうツンデレなんだから。でもマイティさ、なんかさ、アイコに対してさ、別にまあ好きちゃうしとかさ、いや別にまあアイコのこと好きちゃう、アイコ嫌いとか言うけどさ、実はアイコのさこと好きやろ。はい、何歌う？セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくって確かめただろう。アンジュさん元気？アンジュさん安定に元気ですよ。アンジュさん、アンジュさんはいつも元気です。あの子は遊びに来たよ。やった、こんばんは、明けましておめでとうございます。こんばんは。いって、スマホくるくる回しとったら足にコンっていった、痛い。高根のリンゴ高根がもう何、絶滅の危機、黒髪少女よ、おほこしたい、え、当てたっけ、絶滅、違うな、守りたいか、絶滅の危機、黒髪少女よ、を起こしたい、やっと出会った、出会った、黒髪少女よ。はい、何なサブ、ねえそんなに優しくされちゃ嫌いになんかなれないじゃない、最後までずるいよ、もっと冷たくしてちょうだい、もう一生顔も見たくない、そんな風に思わせて。
めっちゃミラーボール来るよな、もうめっちゃ歌みたいな。平山さん、あれ行ったことないっけ、言わんとこ、おっと、え、マイティーが直接は言わないそうですよ。なんでよ、マイティー、アイカのことちゃんとさ直接好きって言ってくれていいのに。アイカはさ、こんなにマイティーのことが好きで好きで仕方ないのに。なんかやばい告白みたいになってる。カラオケ配信してほしい、したい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 、する、ほんまにするから待ってて、もう絶対する、するとか言ってほんまに一生やってないけど、ちゃんとする、するから。いつする？いつしよっかな、4日しよっかな。めっちゃ4日しよっかなって勝手に決めてるけど、え、4日皆さん暇ですか？4日しよっかな。4日ならいける気がするんだよな。もし急に無理ってなったらごめんだけど、本当に4日しようかな。今からはちょっと4日、時間によります。そうですよね、夜かな、するとして、あ、でもどうやろう、分かんない。うわ、4日無理な人多いんか。うわ、めっちゃ喉鳴ってもた。4日から仕事の人が多いんか。難しいな。3日までちょっと私が、待って、またクマのタワーですか。うわうわ、待って待って待って、クマのなんかタワー、喉鳴る。クマのタワーを、うわ待って、クマのタワーをくださっている。ちょっと待って、ちょっと待って、クマのタワーをくださっている。え、お名前おかけしてもいいですか、大丈夫ですか。そっか、4日は仕事始めの方が多いんですね。で、やるとしたら夜か、4日の8時からとか、夜の。え、クマ今くださった方、お名前ボードにおかけしでも大丈夫ですか。書かせていただきますね。ありがとう。じゃあ書かせていただきます。えいえい、じゅんさん、くまのタワー、くまタワー、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ嬉しい、ほんまにありがとうございます。消し消し、いつがいいんかな。ちょっと明日明後日はちょっと愛花がちょっとね、親戚のうちに行くのでできないんですよ。ちょっと親戚のお家で歌うわけにはいかない。あー、どうしよう。正座して恋をしましょう、半端な気持ちじゃダメよ、正面から向き合って段取りを踏まなきゃ、正座して見つめ合いましょう、遊びじゃ付き合えないわ、引くに引けないと覚悟決めなさい、私のこと好きならば筋を通してよ、ちょっと待てよ、ちょっと待ってよ、何する。いつまで強がり言ってるつもりさ、君のことは全部わかる、そろそろいいんじゃない。4日の夜にしよっかな。IPOC になってもいいですか。え、聞かずとも聞かずとも好きになってくださいよ、もう好きになってください。あ、ちょっと待って、何しよう何しよう、何やった何やった。真夏日はキスをしよう、やっけ、当てだけ、時間、え、時間
なんて波の数ほどここにはあるよ。やば、めっちゃお腹鳴る。スクショタイム？スクショタイムだって皆さん。今からスクショにしますよ。はい、あちか。スクショタイム。なんか顔の近くに持っていったらめっちゃ暗くなっちゃう気がする。いっか、ハートくん。撮れた？うさぎポーズ？うさぎうさぎ。うわすごい、おみくじ。うさぎ。はい、おしまい。最近 NMB 好きになったからアイビーおすすめの曲が知りたい。おすすめの曲正直めっちゃある。どうしようかな。僕だって泣いちゃうよとか好きやないか。あ、スイカベイビー覚えてない、ごめんなさい。僕だって泣いちゃうよが好き。あーめっちゃ揺れちゃった、ごめん。僕はいない。歌ってる時可愛いので、歌ってる時可愛いので、なななな、僕はいない、君のすべて幻。え、ちょっと待って、どんな歌詞だっけ。ちょっと、僕はいない、君の近くに叫ぶように波が打ち寄せるやけ、熱い太陽は誰に照りつける、貸しボートのテントの前。ちょっと待って、いつもの場所なのに。あと何する。虹の作り方。青いホボスで水をまこうか、飛びすぎる行動。確かに僕は君が好きだ。空に向かってくるくる回り、ミストのように日差しの中できらめく僕の大切なものが、ほら君にかかる虹になる。ちゃらちゃ、待て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 、初恋至上主義。初恋からずっと、ウォー、気づかれないように、ウォー、胸の奥で叫んでた愛はなきプラビニュー。今更なんだけど、ウォー、このまま見つめたい。だって僕は初恋至上主義。記憶力、何の記憶力何の記憶力ですか。前がめちゃくちゃ気にした。そう、ちょっと固めてないからさ。カラオケ配信の代わりにアカペラ配信しています。そうですね、あのミラブ、おー、涙売りの少女。まるで街売りの少女、街角に立ち尽くして、そこを行く誰かね、今すぐ声かけて。まるで街売りの少女、私には何もなくて、売るものが見つからない、頬を伝う涙買ってください。そうです、アカペラ配信になってますね今。もう何歌ったらいい、ちょっと覚えてない曲もコメントでくれけど、ちょっとごめんなさい、本当にそれはちょっと歌えない、ごめんなさい、本当に覚えてないやつはごめんなさい。ハートの独占権、一人で一人で。そろそろ勉強するから抜けるね。わー頑張ってね、お勉強。そっか、受験生って言ってたよな前に。ラブ修行
待て待て、前髪だけパッと直してからラブシューする。人を好きになるって切なく辛いものね、涙をちょいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって、え、どうだっけ、こんな1分、待て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 、ちょ待て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 、何する何する、ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを、そうよ彼の本命といえば私か私か、恋は一人とするものでしょう、ハートの独占権じゃらら、何、あ、そうや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 、切なく辛いものをねえか、悪い悪い、筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、上腕にと筋ってセクシーだね、これを持って、ジッパー、ちょっと待ってな、ちょっと息整えな、ジッパー、お願い背中のジッパーちょっと上げてちょうだい、甘えた声で言われると背中のジッパー君を両手で抱きしめたくなるんだ、待ってめっちゃ追加されてるやん、やば、何何何、ハート型ウイルス一応やったけどもいいですか、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、チューズミー、愛を選んでください、クラスメイトのその中からただ一人だけの誰かが、そうあなたの恋人、愛を選んでください、みんなかわいい子ばかりだし、みんな性格もいい子だし、きっと私圏外、たった一つ勝てることは誰よりもあなたが好きです、ちょっと待って順序判断抜いて、ちょっと待ってちょっと待って、熟まで順序を守らせてくれ、もったいぶって散らすんじゃなくて、ママがお茶を持ってきてくれたらもうありがとう、助かる、そう決めていたのよ、大人にはなれるでしょ、いつの日にか、だからもう少しだけ鉄のパンツ、お茶、ママ優しい、はあ、おっさんみたい、やば、今の、はあ、ふう、ママありがとう、美味しいわ一人汗汗公演もう間違いないわ妹ピはね、妹ピはね、向こうに向こうでゲームをしてる、あの怒鳴るよ、なるよなるよなるよ、オッケー、ママショールーム見てるの、ママなんかずっと歌ってるから聞こえたんじゃない、言うてだって一人で住んでるわけじゃないから聞こえたんじゃない、歌めっちゃ歌っとくない、もはや実質カラオケ配信じゃん、音源ないだけのカラオケ配信じゃん、ソロコンサートさせてあげて、え、あと10分、やば、ほんまや、やば、あと15分やって、やばいな、また来てる、1分、何歌う何歌う何歌う、制服が邪魔をする、もっと自由に愛されたいの、どこかへ連れて行って、
知らない世界の向こうを制服が邪魔をする、もっと自由に愛したいの、そういう目で見ないで、たかが女子高生よ、誰か見てても関係ないわよ、キスしなさい。失礼失礼。甘神姫、甘神はいつだって君らしい愛し方、僕のこの手に噛みつき、じゃれてるつもりなんだろう、いたずらっぽい目で尻尾をずっと振ってる、だけど今は凶暴すぎて顔をしかめてしまった。何？笑ったピーポー、笑え、笑った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 ピーポー、どこの誰か名前隠して騒げ、笑った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 ピーポー、人の群れに紛れ石を投げろ。お茶お茶。バードバード愛かな、ここしか歌われへん。あの愛は羽を失った飛べない鳥までしか歌われへん。アカペラ配信化成功。アカペラ配信になりましたね。カラオケ配信ならぬアカペラ配信。やば、もう10時になるやん。じゃあちょっと今のもうあれ、あのギフトくださった方なのかの、ギフトくださった方のお名前をお読みしていきますね。もう10時になっちゃうからね、もう切らへんかったら大人の方に怒られちゃう。はい、お読みしていきます。ギフトいただいた方、のぞみさん、カフェ、あ、ちょっと待って、何歌う、パッと思いついたのでいい？君が好きなんだ知ってるよね、だから何にも告げずにこのまま二人で会ってかな、共に過ごした日々思い出してしまうたび、僕だって泣いちゃうよ。はい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 、やばいな、古いギフト消え始めてる。のぞみさん、北野大地さん、りんか、やっほーさん、じゅんさん、すえひろさん、はっとうさん、セブンオブナインさん、つうやんさん、カフェオレさんですかね、ガキアスリートさん、ちょ、喉が、で、ハットーさん、ユウさん、ツーヤンさん、ミクリンさん、A さんですね。ギフトいろいろ、なんかハートとか、なんかクマもいただいて、でなんかだるまとかもね、いっぱいありがとうございます。ギフトいただいてありがとうございます。じゃあランキングの方発表していきますね。どうした、なんか今アイドル、めっちゃアイドルみたいな声しとったで。はい、じゃあランキングの方読みしていきます。13位、ハトちゃんさん、ありがとうございます。で12位、スエヒロさん、ありがとうございます。11位、リンカ、お、今年も姫ラブって書いてる、ありがとう。で10位みーちゃんさん、ありがとうございます。9位つーやんさん、ありがとうございます。8位まきさん、ありがとうございます。7位ゆうさん、ありがとうございます。6位カフェオレさん、ありがとうございます。5位北野大地さん、ありがとうございます。4位みくりんさん、ありがとうございます。そして3位の方からはお名前を書かせていただきます。51分、お、今日は結構時間大丈夫だぞ。
失った飛べない鳥。ふう、お腹が鳴りそう。3位ハットンさん、ありがとうございます。イエーイ。さあそして続いては2位の方です。今日はね寒くないんですよ。あんまり、なんでかわかります？ママがねこたつ持って行きって言ってくれてね、ママがこたつをくれたんでね、足元からポカポカと暖をとっております。足元からとても暖かいです。はい、2位の方、2位じゅんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最初にさっきクマのパワーもいただいて、じゅんさんありがとうございます。二段ベッドの上にこたつ、そう、あのね何、延長コード、延長コードを二段ベッドの上にあるんで、間違えた。はい、そして1位の方、ででん、1位セブンオブナインさん、ありがとうございます。熊のタワーもありがとうございました。ありがとうございます。イエーイ。さあランキング発表もの方も終わりましたので、10時までダラダラとお話しましょう。パチ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、アイドルみたいな声出ちゃったね、本当にアイドルみたいな声って一応アイドルじゃないけどな。新しいグループどうですか、決意表明って読むのかな、決意表明聞いてみたいです。でも正直まだ私も分かってないんですよ、仕組みを。はっきり分かってないんですけど、でもなんかなんていうんかな、7期生にとってはほんまに初めて7チーム公演が今までできてなかったじゃないですか。で7期生は7期生だけのあのウィルビーアイドル公演をさせていただいてて、なんか7期生にとっては初めてなんですよ、先輩とそういう何かをするっていうのが、あのコンサート以外で先輩とっていうのが初めてなのだし、しかもあれじゃないですか、なんか優勝したグループにはミュージックビデオとか公演とかいろいろあるじゃないですか。だから7期生、ほんまに7期にとってはほんまに大きいチャンスやと思うんですよ。で7期生自体、7期生も初めてこうバラバラになって、私は若菜と一緒なんですけど、一人の人も7期は一人だけっていう子もおるし、だからそう7期にとってはちょっと初めてのことだらけで、多分困惑するメンバーもいっぱい出てくると思うし、バラバラになるのが初めてやし、まず7期生ね、離れて何かをするのがまずなかったので、でもほんまに OK チャンスやと思うから、ほんまに頑張りたいし、7期生一人一人がなんていうんやろ、みんなそれぞれの形で輝いてくれたらなって、ちょっと7期のリーダーみたいなこと言ってる、やば、めっちゃお腹鳴ってる、やば、一人一人がそれぞれのチームで頑張ってもらえたらなってめっちゃ思います。で私自身のことなんですけど、ここからは私自身のことなんですけど、こう3月末ぐらいまで、3月まであるじゃないですか、とりあえず。でめっちゃお腹鳴ってる、やばいやばいやばい、聞こえる？めちゃくちゃお腹鳴ってるんだけど。で私自身はあれ、高校卒業までの期間と丸かぶりなんですよ、本当に。高校もうちょっとで卒業なんですけど、
その高校卒業するまでの期間と丸かぶりなんで、だからあとちょっとの高校は行きたい、絶対絶対行きたい、もう寂しいし、だから高校もちゃんと行きたい、でそっちのチームの方も頑張りたい。じゃあもうそれは愛花自身が頑張るしかない、もう自分がどういう風に頑張っていくかなので、もう自分がもうほんまに自分を追い込むしかないですよね。もう頑張るしかない、両立、そう両立ね。いやばいやばい、ほんまにお腹鳴ってる消化、めっちゃ消化。愛花自身が頑張るしかないから、ここからは愛花がどんだけ愛花が頑張れるか、高校3年間の中で今が一番頑張り時ですよ。多分高校もちゃんと行きつつ NMB48 の D チームのメンバーとしても頑張らないとなって、うん、高校も大事だから、うん頑張る、とりあえず頑張らないといけない期間なので、時期というか、とりあえず高校卒業するまではほんまに頑張らないといけない、頑張る、頑張ります。めっちゃお腹鳴ってんけど、やば、めっちゃ消化してくれるやん。楽しい配信ありがとうございました。アイピラブ、いやー好き、いやー応援してますって、ありがとう、うん頑張ろう。そうね、高校卒業同い年の方とかはね、もうすぐ高校卒業だから、卒業したらおめでとうって言い合おうね。2021年も私のお姫様でいてね、もちろんだよ、なんだのお姫様にしてください、だから高校卒業までの時期の大切さめっちゃ分かる、ありがとう。同い年なんかね、頑張ろうね。そう投稿ちゃんと、もうちょっとで高校終わりって、もう行けなくなるのはほんまに寂しい、もう寂しいね今めっちゃ。みんなに会いたいし、冬休み期間もなんか高校もちゃんとほんまに絶対行きたい、高校も、高校もちゃんと絶対行きたいから。あと2分、やば、終わるか、あと1分じゃん。じゃあ終わろうか、バイバイ。歌、何歌、隣のバナナは青すぎる、秘密がない友達はつまらない、やべえよ時間がバイバイ、ありがとう、ゲリラ配信だったのに来てくれてありがとうございました。そう皆さん今年もよろしくお願いしますね、ね皆さんにとって素敵な一年になりますように。バイバイ、やばい20秒だって、バイバイ、ありがとう。